あ、こんにちは、カズです。今回はラスベートから、紹介させていただきます。はい、まず、はい、ガチャベルトでしょ。ガチャベルトで、白シャツ、黒シャツで、パンツを紹介させていただきます。はい、まず、ベルトです。値段が1万トンで300円になります。はい、で、あれです、ガチャベルトです。はい、バックルがこうなってまして、で横がこうなんですけど、普通ガチャベルトってここになんかギュッて締める棒みたいなの入ってるんですけど、これはそれは入ってなくて、こうバックルをガチャッて開いていただいて、でこの隙間に通します。通して、でこのバックルをガチャッと締めるタイプになります。はい、でこの文字が入ってる、ラスベートって文字が入ってる部分は、プリントになります。はい、はい、メンズプリンテッドロングスリーブスシャツ、値段が29,680円に、消費税となっております。はい、今回の前面にこれプリントが入っております。はい、で、ポケットが両胸にフラップポケットですね、ついてます。はい、今回のラスベートは80年代のハードコアシーンを、意識しております。はい、だからかなりパンク調な感じとなっております。はい、で、生地はコットン 100% で、メイドインポルトガルになっております。はい、ちょっと後ほど着てみます。で、続いてこちら、はい、メンズコットンシャツウィズプリンテッド、パッチーズ、値段が31,500円です。はい、で生地はコットン 97% の、エラスタン、3% ストレッチが 3% 入っております。はい、で、こういったパッチが貼られております。でこれ、この端っこは切りっぱなしになっているので、だんだんどんどんこれほつれてきます。はい、でいい感じに糸が出てきて、この縫い目で止まるようになってます。はい、でこういったパッチが貼られております。かなり、パンクを意識しております。これはドクターマーチンみたいなブーツになりますね。はい、でこんな感じに、入っております。全部で5箇所入っており、パッチが貼られております。はい、でポケットは、左胸に1箇所フラップポケットがついております。はい、はい、続いてこちら、メンズクラシックコットンパンツのグレーと、ブラックの2色展開になっております。生地はコットン 100% です。先ほどの、シャツ、黒シャツと、生地が違ってきます。はい、色目はほぼ一緒かな。黒に関しては一応セットアップになるのかな。はい、で、このパンツに関しても布のパッチが貼られております。はい、はい、ちょっとモヒカンのパッチと、どこからか突き破ってきたようなパッチと、で野球帽をかぶったパッチと、でまた、ドクターマーチンみたいなパッチが貼られております。はい、で、ポケット5ポケットになります。1,2,3で後ろに2箇所になります。はい、で、ジッパーフライです。はい、値段言いましたけど35,100円に消費税になります。はい、ではどうしようかな。このセット
着用してみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重50、今日は5キロかな。はい、で、シャツは M サイズを着用しております。はい、パンツは XS サイズを着用しております。はい、シャツに関しましては若干ワイドシルエットになります。はい、非常に着心地がいいです。ブロードシャツです。質のいいブロードシャツになります。はい、でパンツはチノパンみたいな感じなんですけれども、かなりキメが細かい、つるっとした感じの履き心地になっております。かなり履きやすいです。はい、でシルエットはバギータイプですね。ウエストと腰回りが結構狭くてキュッとなるんですけれども、ももの、この辺からズドンと太くなっているので、ワイドシルエットの割にはかなり綺麗なシルエットに見えると思います。はいはいはい、で、ベルトなんですけれども、どうでしょう。ベルトはこう巻いてどれぐらいの長さかというと、言うほど長くないです。ここがウエストなので、結構僕ウエスト、小さい方なんですが、あんまり垂れません。多分これスケートブランドなんで、そこまでダラッと垂れると邪魔になるからだと思うんですけれども、まあ程よい長さです。はい、これぐらい垂れる感じになります。はい、よいしょ。はいはい、じゃあ続いて、こちらを、セットアップで着用してみたいと思います。ちょっとねシャツ結構分厚くて、ワークっぽいシャツなので、アウター感覚で羽織ってみたいと思います。パーカーの上から着てみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで、シャツは M サイズを着用しております。はい、パンツはグレーと同じく XS サイズを着用しております。はい、どうでしょう、これかなり良くないですか。春先の、ちょっとしたアウターにかなり、使えるシャツだと思います。はい、どうでしょう。これ止め、ちょっと途中止めるとこんな感じです。はい、どうでしょうか。はい、良くないですか。はい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 、以上、今日は、ラスベートから80年代は、のハードコアシーンから、インスピレーションを受けたコレクション、ハードコア、パンクアイテムをご紹介させていただきました。ではバイバイ。